河瀬智江水5月18日から1957年11月7日、11月27日は、日本の大正昭和期の浮世絵師、版画家。本名は、河瀬文次郎。衰退した、日本の浮世絵版画を復興すべく吉田博志らと共に、新しい浮世絵版画である、新版画を確立した人物として知られる。 近代風景版画の第一人者であり、日本各地を旅行し旅先で写生した絵を原画とした版画作品を数多く発表、日本的な美しい風景を叙情豊かに表現し、旅情詩人、旅の版画家、昭和の広重などと呼ばれる。アメリカの官邸家、ロバート・ミューラーの紹介によって欧米で広く知られ、国内よりもむしろ海外での評価が高く、 浮世絵師の葛飾北斎、歌川広重等と並び称されるほどの人気がある。金垣露文はおじにあたる。1883年、東京府芝区老月町に、糸屋県、糸組物職人、小兵衛と妻菅の長男として生まれる。本名は文次郎。十代から画家を志し十四歳の時、川端玉将門下の青柳澄川に、日本画を学ぶ。 ついで19歳の時には、荒木博士ともにも日本画を学ぶが、両親の反対に合い一、二年ほどで描くのをやめている。父親の家業を継ぐが画家になる夢を諦めきれず、家業が傾いた折に、妹夫婦に商売を任せ、1908年に、顔馴染みであった日本画家、か木清方の門を25歳にして叩いたが、20代も、 半ばを過ぎた、遅い始まりに難色を示され、洋画家の道を進められた。そのため、当時、洋画家の集まりとして知られた白馬会青井橋、洋画研究所に入り、また、岡田三郎介から洋画を学ぶ。しかし、洋画の世界には馴染めなかったようで、1910年の27歳の時、一度は、入門を断られた清方に再度入門を申し出て、 許されると、約2年の修行を経て、友江水の画号を清方より与えられ、日本画家となった。友江水は1912年に初めて、辰巳画界に、うぐいすきくじを出品。その後も、うごう会や郷土会の展覧会に作品を出品し、また賞を獲得した。1913年頃からは、小説差絵や銀座の白ボタンで図案の仕事を始め、 京橋の画廊画博道では1916年頃より、風景画、美人が、風俗画などの肉質画の販布会を開催している。1917年に吉川梅と結婚し、芝区あたご下町に居住する。市の清方が得意とした美人画で行き詰まりを感じ始め、1918年の郷土会第4回展に出品された。 同門、伊藤新水の渡辺版画展木版画、大見八景に感銘を受けて、版画作成に興味を持つようになる。当時、浮世絵版画は衰退の一途をたどっていたが、幼い頃に、よく滞在した栃木県塩原を描いた、風景版画、塩原お金寺、塩原畑下り、塩原志保釜の3点を試作、数々の作品を後に新版画と呼ばれる浮世絵風の、 版画制作に力を入れていた、渡辺版画店により同年に出版される。これら友江水の木版画デビュー作となった、塩原三部作は、好評を博し、渡辺版画店の渡辺昭三郎は友江水に、新版画の風景画を委ねるようになる。以降の友江水は、版画作成を主体とするようになり、終生、夜、雪などといった史上的な風景版画を貫いた。 はじめは、伊藤浸水の影響が大きかったが、次第に、多川広重や小林清近の風景版画を、研究していき、技法的な工夫も見られる。また、全国各地に取材しており、数量も多い。審判画家中、小田和馬による、石版画の風景画に対抗するかのように、木版風景画でよく知られた存在である。1920年。 各地を取材した最初の連作となる旅土産げ第一集を完成する。これにより版画家としての地位を確立させた。同年には木版画集三菱深川別邸の図を制作。三菱財閥から国内外の関係者や得意先へ贈呈され、ともえ水の名が世界的に伝わることとなった。1921年東京十二代。 旅見上げ第2週を完成する。1922年から日本風景選集を予約出版、1926年に完成する。精力的に活動をしていた矢先の1923年、関東大震災で被災して社生長188冊などの多くのスケッチを消失し、一時失意の底に沈んだ。 同年10月22日から翌1924年2月上旬にかけて共栄水の生涯で最長となる関西異性への車生旅行に出かける。同1924年からは旅土産第3集を出版。1929年に完成し、もえ水洋式が確立された。1930年3月、アメリカ合衆国オハイオ州にある。 トレド美術館主催の現代日本版画展に92図を出品する。6月には、郷土会第15回展においてともえみ版画展を模様し、127図を出品する。同年には、震災からの復興中との東京を主題とした、東京 20K が完成。また、東京府茨城孫込町平張975番地に、洋館作りの家を建てた。 1931年、東海道風景選集の制作に取りかかる。1932年に、東北地方、北海道方面に旅行、第3回現代創作版画展に97図を、近代浮世絵版画展に74図を出品する。また、鉄道省国際、観光局日本観光宣伝用ポスターを深みと、伴いに制作し、 1> 各1万枚が小座ブローから出版された。1933年に、日本風景集東北編を完成する。日本美術協会第93回展において、藤川の優を、出品、同賞を獲得した。1936年に、トレド美術館主催の第2回現代日本版画展へ、出品、同年には、日本風景集東日本編を完成するも、 新東京百景は六図を制作したのみで未完となってしまった。友江水はこの頃より数年間に及ぶ不調の時を過ごす。友江水と密接な関わりのある小三郎も1936年から1941年の友江水の版画についてこの時代の友江水は良くないと評した。1937年には同版画 妙見の楠の木を制作しているが、これはともえ水の不調対策とされている。1939年6月1日から7月4日にかけて山川州法の誘いを受け、朝鮮へ旅行、同年に朝鮮八景を、翌1940年には続朝鮮八景を制作した。朝鮮八景では震災後作品に見られた高知な描写と、 震災前作品に見られた大胆で広大な配置を取り戻し戦後の作品へ続く新生面を開いたとされる1943年に日本風景集二巻再編が完成する1944年戦災の悪化に伴い栃木県塩原市に夫婦で疎開する1947年に東海道風景泉集を完成する 1948年、東京都大田区池上に引っ越す。同年、日本橋三越本店においてともえ水肉筆店を開催した。1952年、文部省文化財保護委員会無形文化化において、伝統的木版技術記録を作成して、永久保存することが決定され、伝統的木版技術保持者としてともえ水が製作者に選ばれる。 翌1953年に友江水みずにより、制作された、無形文化財技術保存記録目版画、増上寺の雪が完成した。1955年に、銀座松屋で開かれた現代版画5人展に参加した。1957年11月、東京都大田区池上町の自宅において、遺願のため死去した。行年74。絶筆となった。 平泉昆治堂道は共江水の没後に完成し、百画火の法要の場で、友人や知人に配られた。墓所は、世田谷区北カラス山の万福寺。法名は釈明共江水神寺。旅情の版画家、河瀬共江水を忍びの石踏みもある。2021年7月1日、NHK は、スティーブ・ジョブズ、美の原点と題するウェブ特集を公開した。 この記事によると、アップルコンピューターの共同創業者であるジョブズが、子供の頃、友人であるビル・フェルナンデスの自宅でトモエミズの、新版画と出会ったこと、また、その出会いが、その後の美的センスや製品作りに影響を及ぼしたであろうことが、詳しく記されている。金垣路文はトモエミズの母菅の意付刑である。この反復会では、渡辺翔三郎が、 同会員となっており、ともえ水と昭三郎が出会う契機となった。ともえ水は、版画制作を発揮した経緯について、恩師清方先生の熟点で、伊藤新水氏の風景版画大見発見を見たのが、病みつきであったと表現している。ともえ水は、塩原は私を非常に可愛がってくれました。懐かしい故郷のように思われますと記述している。 ハット後に開かれた1921年の展覧会においても、塩原お金人の好評ぶりが紹介され、その人気のほどが伺える。友江水は、数箇所で写生を行ったが、これまでも何度も描いている、芝の増上寺に被写体は落ち着いた。妻や娘を人物像のモデルとして描き加えた、その絵は、42度にも及ぶ緻密な、すりによって表現された。 DVD 版画に生きる河瀬智江水ホテパブリッシング2008年河瀬智江水の生前に撮影された木版画制作の過程を記録したドキュメンタリー作品智江水自身がナレーションを務めるありがとうございます